皆さんおはようございます。2020年12月の14日、朝のご挨拶 A です。衆議院議員の原口和弘です。ごきげんよう。昨日ですね、佐賀市の第一園芸さんからですね、バラを、これミニバラですね、480円、買ってきました。今日これからちょっと植えますね。おはようございます。第一園芸さんにはですね、ひまわりさんという、その、猫部長さんがいましたけど、今2代目のですね、たまさん。たまさん、綺麗な猫ちゃんでですね、営業上手で、もう本当になんとかな、スリスリしてくれ。まあ、本当に、第一園芸さん、お客さんがですね、本当綺麗な花、求めておられましたね。でも丁寧にやってくださるんで、これが姫野さんとこから求めたバラですけど、やっぱりね、遠くから運ぶと運賃がかかります。で、当たり前ですね。でもちょっと私の経済状況に合わないんで、もう近く、こんなに、もともとよく知ってるところですけど、やっぱりいいですね。玉さん、また今度お好きなものをお持ちしますんで、待っててください。で、アリの世界もですね、バッファーっていうのをとても大事にするんですね。バッファーって何かっていうと、その、余裕とかゆとりとかいう言葉ですかね。まあ、あましって言ってもいいかも。ハンドルで言うと遊びって言ってもいいでしょうね。その遊びがあるわけですね。で、その遊びがないと、やっぱりもう危機に対応できない。自然界ってみんなそうできていて、特に私たちの脳ですね。脳はバッファーの機関だとも言われてました。私が大学時代にですね、神経心理学を学んでいるときに、先生がですね、脳はなんでこんなに高次のことができるのかと、高い次元のことができるのかと、それはそのバッファー、つまり余裕があるからだと。で、ところがですね、この30年間の新自由主義者は、そのバッファーをことごとくその目先の効率で潰していったんですね。で、その最たるもんが学問の世界ですね。学問っていうのは、やっぱりそのスコラって言いますね。余裕があって、時間があって、暇が、スコラって暇っていう意味らしいんですけども、その、あってこそですね、いろんな創造性が開花する。で、日本は独立行政法人を作ってですね、もうその組織改変、くだらないその市場万能主義にですね、陥って、そして学問を、学校を痛めましたね。で、それが今の日本の、この現状に現れていると思います。私、それずっと大反対してきたんですけど、まあ、民主党の中にも一部そういう人たちがいたんですね。で、それをやっぱりもう見直す、その大きなきっかけになってしまったのがこの新型コロナの状況で、まあ本当にキリギリスって言うんでしょうかね。テレビにばっかり、私も昔ですね、テレビばっかり見ない、出てないで、ちゃんと私たちの意見聞いてよって言われたことがありました。いや、それ私、いや、全国の方々にね、笑いを通して伝えるのも大事なんですよと言ってたけど、もう反省してますね。もちろんテレビでいろんなことを発信するっていうのも大事ですよ。だけど、それにかまけてたら大事なことが分からなくなりますね。で、新自由主義、ボタン一つで、それこそ巨万の富を得る。そういう状況ですから、どん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 自然から離れていったんじゃないかと思うんですね。で、自然から離れていくとですね、結局何が起きるかというと、その自然の道理まで忘れてしまう。
自然の道理まで忘れてしまうと、まあまさに目先の効率が正しいことのように思ってしまう。医療もそうですね。医療、今日厚労省がですね、体調不良の時にはかかりつけ医にね、電話してくださいと。まあそれはそうですよね。それは普段の時は間違いじゃない。だけどももう今医療機関がこんな状況の時にですね、電話が対応できないところもある。国としてやるべきは、もう私です。菅政権のもう何とかしてくださいっていうのをね、私はこれをやりますから何とかしてくださいっていうのにしてほしいんですよ。もう GoTo を止めますから、こうやってくださいって言うんだったらいいけど、あるいは医療機関にね、しっかりともう全国の電話システム作りますから、どうぞ、それでもね、ダメな時は医療機関、かかりつけ医に、で、両方やってくれるんだったらね、わかりますけども、片っぽだけでしょ。で、このバッファーのところ、医療、福祉、それから食料もそうですね。そういったところはですね、効率で測れないんですよ。お天道様相手にですね、お天道様は私たちの人間の思う通りに動いてくださるかどうかは分かりはしないわけです。で、それからすると、普段から余裕を持って、そして人を温かく支えると、こういうところが一番大事なんだろうなって思いますね。で、私昨日ですね、川添、まあ、なかなかこう全体像を映さないようにしてるんですね。というのは、後ろ姿でも分かっちゃうから。で、まあ昨日はまああれだけ時間を区切ってですね、換気をしながら やらせていただいたんですが、やっぱり行ってみて、会って、話してみないと、分からないっていうものがいっぱいありますね。で、川添は、昨日ね、偏僻なところなんて、そんなところじゃ全然ないです。佐野常民公のですね、お生まれになったところ、まさに日本赤十字の発祥の地と言ってもいいでしょう。で、皆さんすごく意識が高くてですね、非常にいい質問をいっぱいされてましたね。農業についても、本当にこう本質をついたですね、お話をいっぱいしてくださいました。あるいはですね、92歳の方がですね、私に会いたいって言って来てくださって、最後一緒にね写真を撮らせていただいたんですけども、本当にその私が勉強するさせていただく場なんですね。目いっぱい話せと、1時間丸々話せと、いつも15分ぐらい空いて話してるんですけども、昨日は目いっぱい話せということで目いっぱい話させていただきました。でもそれでもですね、これもあれもこれもということでお話をいただきました。父祖の地、ありがたいなって思いますね。さて、今日はですね、この後県政記者クラブに行って、写真撮りをします。総選挙の写真だそうです。その後、東京に、行くということで、飛行機がまた減便になってるのかな。昼の飛行機がないんで、少し夕方に近いところになっちゃいますね。ちょっと本当に厳しい状況をですね、これ変えないといけない。これでちょっと絵を閉じますが、どうぞ皆さん、良い一日を お送りください。猫の玉さん、それから昨日ですね、日本統一の元宮さんを別の田村さんって言ったんですかね。元宮康風さん、こんな大ファンなのにお名前を間違えるなんてすいませんでした。劇中のですね、方と名前が混じってました。本当に申し訳ないです。お詫びして訂正をいたします。どうぞ今日も良い一日を。ごきげんよう。今日は寒いですよ。良い一日をお過ごしください。この野原のように強く生きていきたいですね。これ、あのままだったら、さすがに枯れてたでしょうね。
頑張って咲いてください。失礼します。